はい、どうも、スガエルです。今日はね、3月11日の、土曜日の、何時だろう、まあ、4時半ぐらいですね。で、今、旭川のホテルにいます。北海道のね。で、ちょっとこのホテルがあまりにもすごい、ちょっとレポートしようかなと思います。はい、じゃあ、切り替えますね。はい、こんな感じです。ここにキッチンがあって、遠くから見るとここにベッドが鎮座してあります。すごいでかいですね。で、あそこにね、テレビとかがあります。で、これ、ね、すごいのがね、これなんですよ。これ内線のね、あれがこんな地面にベタ置きになってるんですよ。普通はさ、男だけどね、で、これ、ね、どう見てもほら、元マンションなんですよね。で、ここは一応風呂とかトイレになりますね。はい、まあ、ユニットバスで、まあ、これは普通のホテルと変わんない感じですけどね。まあ、あれですよ、普通のなんだろう、マンションのあれかな。で、これが洗濯機の跡です。はい、こんな感じですね。で、これ、ね、2900円でした、宿泊料が。はい、でちょっと待って、切り替える。で、2900円でね、駅から徒歩何分だっけな、何分とかって書いてあったんですけど、徒歩多分30分ぐらいかかりました。で、駅から 1.2 キロあります、ここは。はい、で、すごいんですよ、雪が。とにかく路面がもうシャーベットになってて、この駅からこういうたどり着くまでがもう地獄でしたね。まあ、冬の北海道だからしょうがないんですけどね。はい、まあ、こんな感じです。まあ、明日は始発で稚内に行って、また道を歩いててね、朝5時から。はい、じゃあちょっといっぱいやってから寝ます。スガエルでした。
降りの方は前の方にお進みになり、運転席後ろのドアをご利用ください。運賃・切符は整理券と一緒に運賃箱に置いてください。整理券の方は分かりやすいよう運転稚内行きです。